とんでもスキルで異世界放浪飯は、江口蓮による日本のライトノベル。略称は、トンスキ。イラストは、ミヤビが担当している。小説家になるうにて2016年1月から連載を開始し、オーバーラップノベルスより、同年11月から刊行されている。2021年5月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は350万部を突破している。 料理が趣味のごく平凡なサラリーマン向井田強は勇者召喚によって三人の少年少女たちと共に異世界レーセヘル王国に召喚されてしまう。そこは魔王や魔物が存在し冒険者たちが活躍する剣と魔法のファンタジー世界であった。しかしチート級の戦闘スキルと魔法を備えた勇者と鑑定された少年たちとは異なり、向井田は 巻き込まれた異世界人と鑑定されてしまう。だが、向田の固有スキル、ネットスーパーは、お金を支払うことで、元の世界から様々な商品を取り寄せできる上に、元の世界の食材を食べると、ステータスが一定時間アップするというチート能力を秘めていた。贅沢三枚の国王の暮らしから察して、早々に国外脱出を決意した向田は、 冒険者たちを雇って隣国に旅立つ。その道中で、ムコーダの作った生姜焼きの匂いにつられてきた伝説の魔獣フェンリルに遭遇してしまう。料理の美味しさから、半ば強制的に、ジュマ契約を結ばされることになったムコーダは、その魔獣にフェルと名付ける。それ以降、食いしんぼのフェルに飯をたかられながら、隣国レオンハルト王国への旅を続けることになる。その後、 フェルの強引な実践訓練により攻撃魔法を習得したムコーダはゴミを溶かすことのできる癒し系スライムの水をジュマにする。そして風の女神、ニンリルからの信託により甘いものに目がない女神に定期的に異世界の甘みをお供えすることになったムコーダは念願だったスキル、女神の加護を授かるのであった。さらにニンリルにお供えしていることが 他の神々にバレてしまった向こうだは、美への追求のため化粧品を要求する土の女神、キシャール、酒に目がない日の女神アグに、地球の食べ物に、興味津々の水の女神ルサールか、さらにはウイスキーを要求してくるタンヤシン、ヘファイストス、戦神バハ軍たちからもお供えを半ば強要されて、加護を受け、果ては、創造神デミウルゴスからも、加護を授かり、向こうだと、ジュマたちはさらに、 チート化していく。その後もピクシードラゴンのドラちゃんやエンシェントドラゴンのゴンヤが仲間となり、一行は向田だ自身を含めて周囲を巻き込みながらも冒険と美食の旅を続けていく。声優はオーバーラップ社のサイトで公開されているボイスドラマ及び特装版付属のドラマ CD のもの。レオンハルト王国を中心に活動している一人と四体の冒険者パーティー。 フェンリルの存在により、国益として国から重宝されている。深海に住む神々であり、女性であれば、女神、男性であれば、女神と呼ばれる。自ら見込んだものに加護を与えて、眷属とするが、それには百年ほど、間を開ける必要がある。普段は宮殿に子守りおのおのが地上を見守っており、それぞれの神々が、たまに神託を告げている。非常に長寿だが不老ではない。 文化レベルは地上とほぼ同様なのだが、ナイフはない模様。向こうだとは声のみで話しているため、教会にある心臓で見ただけで、向こうだ自身は神々の顔を直接は知らない。例外としてルバノフ神という地上の人々によって勝手に作られた神がいるが、名前だけで神としては存在していないことが、創造神のデミウルゴスによって世界中に暴露されている。表向きは、 平和を脅かす魔王を倒すべく、レーセヘル王国によって、勇者召喚により、地球から召喚された人間。だが、実際は、レーセヘル王国による、他国侵略のための戦力として呼び出された。大陸の東に位置する大国。人種の差別もない平等国家。強力な戦力を有し、エルマン王国とも同盟を結んでいる。レオンハルト王国の北に位置する国。 人種の差別もない平等国家。強力な戦力を有し、レオンハルト王国とも同盟を結んでいる。向こうだの14人の奴隷。カレーリ長屋を拠点にするべく購入した豪邸の管理とランベルトの店に卸す商品の詰め替え作業を任されている。本作品は江口蓮が小説家になろうに投稿した2作目の小説である。 正月休みに思いついた話を2016年1月5日より連載している。本作品を優先して執筆しており、最初の小説は更新のめどが立ちませんので2016年5月から作者により非公開とされている。オーバーラップのベルスより書籍化され、2016年11月25日に第一巻が刊行された。書籍化に伴いとんでもスキルが、 本当にとんでもない威力を発揮した件についてという当初の題名が現在のタイトルに変更され作者名も妖精1号から江口蓮に変えた2017年3月よりオーバーラップのウェブコミックサイトコミックガルドにて漫画版が連載されている2018年4月25日発売の小説五巻の特装版にてドラマ CD が付属することが決定し 2017年12月2日より、特設サイトにて限定ボイスドラマが順次公開された。2018年8月25日より、コミックガルドにて、スピンオフ漫画、とんでもスキルで異世界放浪飯水の大冒険が連載されている。内容は、題名の通り水が主人公となった外伝。第1巻発売直後の書泉ブックタワーによる、ライトノベル週間ランキングで1位となり、 翌週には、重版が決まった。2016年11月の、ライトノベル月間ランキングは6位であった。1ヶ月半後には、再度の重版が決まり、第3冊が発行された。出版物流通大手の日版が運営するサイト、本の引き出しにおいては、新聞へランキングで2016年11月後半の2位となり、関数の多いシリーズものが多数ランクインする中、 1> 第1巻で、堂々の第2位にランクインと評価された。12月前半は8位。全ジャンル合計の総合ランキングでは2016年11月最終週の週間10位となった。2018年5月2日に RPG、集まるにてゲーム化された。ゲーム制作は、クピック、向コーダの声を、ボイスドラマ同様に、細谷義政が担当している。ありがとうございます。